まるでおとぎの話、終わり迎えた私、長すぎる旅路から切り出した一節。それが果てでこの地に影を落とした悪を打ち取りし、勇者との見せたい旅の記憶。時の流れは無情に人を忘れさせる。そこに生きた奇跡も錆びついてく。それでも君の言葉も願いも勇気も今は確かに私の中で生きてる。同じ道を選んだ、それだけだったはずなのに、いつの間にかどうして方法を伝う涙の訳をもっと知りたい。今更だって共に歩んだ小道をたどればそこに君はいなくともきっと見つけられる。